はい、どうも。今回はですね、アメリカでのですね、統一教会問題っていうのはですね、1970年代とかですね、1980年代初頭にですね、バンバカにやったんで、アメリカではですね、統一教会の、問題はですね、大昔に終わってるんだよっていうお話をですね、してみたいと思いますね。さっきもですね、文鮮明さんのお話をしたんですけど、1970年代の初頭ぐらいにですね、そうだな、騙されて信者になったとかですね、娘を取られたとかですね、そういったことで結構社会問題になってまして、でニクソンに近づいたりですね、他の議員を全部操って、そうですね、アメリカのこう政治をこう動かしてやり、コリアゲートっていうらしいんですけど、ちょっとあんまり知らないですけど、その辺で結構大問題になってるんで、多分ですね、コリアゲートが、2022年の日本なのかなみたいなとこですね。で、だからね、1982年と簡単にしまして、日本はですね、40年ぐらい遅れてるってことで。で、おそらく日本はですね、40年、統一教会のやり放題にやられてるっていうことで、もうそうですね、ほんと情けない国ですね。よく僕ね、殺されずに生きてるなっていうのを感じますけど、その辺はですね、自民党の中にもですね、一定数 まともな人がいてとかですね、ある程度野党がいてとかですね、愛国心あふれる人がいてとか、そういった状態があったからね、ギリギリ僕も命を取られずにですね、生きてるのかなと思いますね。はい、なのでまとめるとですね、アメリカではですね、1970年代とか1980年代の頭ぐらいにですね、統一教会は大問題になって、多分アメリカではですね、まともな活動ができなくなっているので、そうですね、アメリカでは、統一教会の問題はですね、もう大昔に終わってることなんだよってことで、日本今やってるの嘘でしょみたいな感じで、多分ねアメリカの人はですねびっくりしてると思いますね。あったあった、大昔になんか統一教会っていう教団あったみたいな、最近聞かないけどねみたいな、あっちでもまたなんか裏でいろいろやってるんですかね。ファミリーフェデレーションっていうらしいんですけど、昔はユニフィケーションチャーチでしたけど。はい、ということで、さっきまとめようとしたんだけどな。アメリカではですね、統一教会問題は大昔に終わってるよってことで、はい、今回以上です。